あ、フィッシュルがオイラたちを持ってるみたいだな。ちょうどよかったです。寂しいですが言わなければなりませんね。しばしの別れよ、同行者。あなたは勇気を見せてくれた。この風もあなたを讃えるために吹いているわ。なんで急にお別れなんだ。大隕石のせいで昏睡現象がひどくなっています。各地で人手が不足しているようです。お嬢様と私は患者たちの世話を担当するゆえ、あとはお任せします。さようなら。あなたは最高の聞き手だったわ。普段私と一緒に行動する冒険者たちは多くいるけど、そのほとんどがオズの偵察を目的としてた。今回の旅は素晴らしい冒険の旅だった。こっちだって最後まで。ん？フィッシュルの話し方いつもと違くないか？ついうっかり普通に話しちゃった。つまり勇敢で知恵のあるあなたたちならどんな困難だろうと梅雨と消えるでしょう。オズの通訳が逆になってるぞ。あなたたちなら真実にたどり着けるはずだという意味です。そうよ、この皇女の従者だもの。断罪の騎士よ。みんなを闇から光の地に連れ戻すのよ。誰が従者ですか。またお会いできる日を楽しみにしています。全てが終わった後、酒お茶でもしましょう。はあ、いい協力者だったのに。それよりいいお知らせです。新たな発見がありました。大隕石から採取した砂塵を占いに使ったところ、とある情報が見つかったのです。この隕石には1000年以上の歴史があり、レーナルドは昔の人であることが分かりました。隕石は彼の意志を運び続けました。つまり1000年以上もの間、彼の願いはまるで弱まることがなかったのです。山頂に登りたいと絶望する人間、きっとあなたと同じ冒険者だと思います。冒険者？通りで雪山に登りたがってたわけだな。今までは時間をかければ答えを導き出せていましたが、今度は考えを変えて根本から問題を解決しないといけません。そうだな、今はそのレーナルトってやつを調べるべきだな。ええ、もし隕石に願いが乗せられているとなると、フィッシュルの言った通りそれは呪いです。まさか先に言い当てられるとは。まあいいです、優秀な先生術師はこれ式のこと気にしませんから。とにかく呪いを解きましょう。昔の冒険者を調べるなら、まず冒険者協会に行こうぜ。Halo teman-teman, jangan lupa klik subscribe, tekan lonceng, dan juga pilih semua.